今日は宇宙ライブ公演昼夜公演でございます。久しぶりの昼夜だ。今日来るよって方昼来るよ、夜来るよって方、待って、誰もいないんだけどちょっと悲しいな。あ、よかったよかった、夜行きます、夜行きます、よかった、びっくりした、誰も来ないかと思った今。やばいやばい、いつもより喋ってない。今日はストレートですストレートおろしです。暑いかな、どうなんでしょう。夜の髪型はちょっとまだ決めてないんですけど、何しようかな。今日暑いよ。確かに昨日寒かったですよね。昨日なんかちょっと薄手の格好で出てったら寒かったっていう感じだったから今日も雨ですよ。本当にずっと頭が痛くて、昨日から今も痛いです。なんかズキズキしますね。困りますね。今日は昼夜なのでね、配信もこの昼公演終わった後にしようと思ってますので、皆さんまた見に来てください。そう、配信も2回しますよ。でもね、今日ちょっといつもより配信始めるの遅かったじゃないですか。だから本当にあのこの後の準備がやばいですね何もしてない、歯磨きもしないといけないし、まず衣装着替えないといけないし、何もできてないこの後バタバタしますね。ごちそうさまでした
今日はね、劇場がいつもよりもすごく静かに感じます。これ10秒チャージだっけ？めっちゃ静か、すごい怖い。本当に全然なんか会話も少ないな。メンバーにあんま会ってないかも。一人一人がここで移動してて準備してるから会話してないですね、あんまり。前髪伸びてきて、そうなんです、伸びてきて、じゃん、分けてみました。久しぶりに緊急性時代みたいに伸びてきた。そう、メンバーいないんじゃない？いますよ、ちゃんとリハはしましたから。長いな、前髪。長い。なんか暑くなるし、一回髪切ってみたいなってめっちゃ思うんですよね。でも絶対短いの似合わないって分かってるから勇気出して切れないんですけど、切りたくなるなぁ。黒髪ロングしか勝たん、勝たん、黒髪ロングしか。そう、結局でも髪型のレパートリーはああいうの少ないから、長くても特になんかあれですけどね、変えたりとかあんましないけど、なんか本当にでも短いのは多分本当に似合わないんですよ。丸顔だし、ここほっぺ出てるから似合わないんですよね。だから結局はロングだと思います。一回ね、20センチ15センチ20センチぐらい切って、なんかセミロングぐらいになったことはあるんですけど、なんかそれもやっぱり違和感でした、自分の中で。ちょっと不評でした自分的に。だからやっぱりロングかなね。多分ロングのイメージもありますよね。切ってるとこ自分で想像できないです。確かにね、ロングのイメージしかないですよね。うん、
役柄で切ってと言われたらどうする？喜んで切りますね。ねえ、お仕事で切るって憧れだな自分。こんにちは。新しい公式うちわ買いました。そんなんあるの？そう、マジですか？新しい公式うちわ、嘘、何の時の写真だろう。なんだ、そんなんあるのか。写真会で3年ぶりにあんちゃんに会える。嬉しい、ありがとうございます。3年ぶりか、コロナ前ってことですね。嬉しい、ありがとうございます。思い出の1枚2枚3枚わかんないけど写真撮りましょう。嬉しいね。臭いもの歌詞に共感できる、できたらすごいな。行ったらオファー来そう、来るかな。12周年の時の衣装、うわ、なんだろう、12周年の時の衣装ってなんだろう。いつかかりんちゃんとゲスな夢をやってほしいって、してほしいって、ゲスやりたいんですよね。だからもしかしたらいつかやってくださいって言ってもらえるかもしれないんで、その時はぜひともかりんさんとやりたいですね。見ててね、その時は。公園であのんちゃんに会いたいって、待ってます、来て。相変わらず可愛いって、心の友、チカプヨは元気。心の友、いつから、さっき通り過ぎました、元気ですよ。役柄で髪の色変えてほしいって言われたら変えますね。2.5 次元舞台ね、面白そう。そろそろ準備しなくて良いのか心配になる。15分経ったら終わるから、あと15分で着替えてきます。全部用意済ませてやる。ケイノンで見たいゲスね、なんかケイトが昨日会ったんですけど、ショールームのコメントでアーノンとゲスやってほしいっていうコメント多かったって話してました。ね、いつかできたらいいですね。スポキンね、それかチカポよね。いや、あの撮影したの結構前なんですよ。いつ撮ったんだろう、結構前な気がする。だって雪降ってましたもんね、めちゃくちゃ。舞台期間だったのかな、いつだろう、舞台前か、前か、前か、なんかめっちゃ久しぶりに感じる。そうだから道行き降ってたし楽しかった。でもあれなんか3人でああいうなんかご飯囲んで、食卓囲んで美味しいご飯食べながら話すことないから、しかも珍しいメンバーじゃないですか。だから楽しかった。自分見れてないけどどんな風になってるか。では15分経ったのでランキングを発表して終わりたいと思います。13位ナグノさん、ありがとうございます。12位がもえさん、ありがとうございます。11位がてっちゃん、ありがとうございます。10位がゆうさん、ありがとうございます。9位がソロさん、ありがとうございます。8位がジョーさん、ありがとうございます。
7位がジェロさん、ありがとうございます。6位が終わりなき旅さん、ありがとうございます。5位がハリーポッターメガネのひげおじさん、ありがとうございます。5位言って、4位がカオルさん、ありがとうございます。3位がおーちゃま、ありがとうございます。2位が白玉さん、ありがとうございます。1位がライトアさん、ありがとうございます。はい、パパパと読み上げてしまいましたが、ではまたまたというか昼公演必ず見てください。絶対見てねそしてお越しくださる方はお待ちしております。足元には気をつけて、雨降ってるのか分かんないけどね。そして昼公演終わりの配信も皆さんお待ちしててください。ではお願いします。また行ってきます。頑張ってきます。ありがとうございました。バイバーイ。